こんにちは、木下ゆうかです。じゃん。今日はね、トマトを丸ごと使って炊くご飯を作りたいと思います。で、使うものはこちらです。トマトとお塩と黒胡椒とオリーブオイルとお米です。私は今日ね、ご飯6合で作ります。ご飯6合の場合、トマトは3つ使います。お米を分量通り洗ってお水を入れます。トマトから出る水分のことを考えて、トマトの数かける大さじ6の水分を取っておきます。トマトを3つ入れるので18杯取っておきます。塩を小さじ2、黒胡椒を小さじ1杯ぐらい、オリーブ油を小さじ6、しっかりと混ぜます。そしたらトマトを乗せます。あとは炊くだけです。炊けました。開けてみたいと思います。オープン。うおすごい、トマト丸々入ってます。すごいですね、この見た目。トマトの、ね、あのまずっぱい香りがします。ちょっと混ぜてみます。おお、完熟な感じになってます。完熟な感じ、おかしいかトマトの色がすっごい綺麗です。これね、ちょっとねよく私のことを知ってる人も分かると思うんですけど、チーズ入れたら美味しいと思います。わあ、そして混ぜる。熱いうちに入れればチーズも溶けると思います。ちょっと入れよう。はい、綺麗なトマトの色になってます。今日はパセリを振って完成です。見た目はめっちゃ美味しそうですね。飲み物は、スープは私のお気に入りのオニオンスープを用意しました。いただきます。おお、色がね、すごいね、綺麗な色で美味しそうな感じです。あー、湯気立てますね。さあ、チーズも溶けますね。うん、優しいトマトの味ですね。なんかリゾットとピラフの間ぐらいの感じで、ほんのりね、味はね、優しい感じでついてます。これも十分美味しいですね。でもちょっと私、味が濃いのが好きやけ、クレイジーソルトかけようかな。このままでも美味しいです。しかもさ、やっぱりチーズがいいですね。チーズの風味がたまらないです。美味しい、やっぱりこのスープ。トマトが潰れてなかったです。これはこれでね、こういうのもいいですよね。具になっててね。洋風でちょっとおしゃれだし、簡単にできるからすごいいいと思います。炊飯器にトマトを入れるだけだもん。あと調味料とね、めっちゃ簡単。しかも結構美味しいです。うん、スープ完食です。最後の一口いただきます。うん、ごちそうさまでした。めっちゃ美味しかったです。しかもね、すごい簡単。トマト1個丸ごとボンって使えるしさ、めっちゃ簡単にできていいですよね。そしてね、チーズ好きな人はやっぱりチーズを入れた方が絶対おすすめです。他にもさ、ベーコンとかさ、鶏肉とかシーフードを入れてもいいし、アレンジもすごいできると思います。とっても美味しかったです。ぜひぜひ皆さんもやってみてください。本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録ぜひぜひお願いします。バイバーイ。